皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。今日はこんな問題から出発したいと思います。ここに電源があります。電圧は 10V です。そして抵抗がですね、2つこのように直列に並んでいて、その中点からこちらの R3 の10キロにもつながっています。ここにですね、ちょっと線を折り曲げているのは、これはですね、線を短くカットするための手法です。これちょっとしたアイディアなんですけど便利なんですね。例えば線をカットしたいとき、こうやってこの部分だけカットできますし、つなげたいときはですね、こうやって短い距離でつなげることができるわけです。この回路でここに質問を書いてありますが、この10キロをつなげていないときのここの電圧は 6V にしたいです。そして10キロをつなげると、当然電圧が下がってしまいますので、その時には 2V にしたいという、そのような回路を考えたいということですね。その時にこの R はどういうふうに計算すればいいんでしょうかという問題なんですね。このような問題は回路を書いていますとね、結構あちらこちらで出てくるわけですね。それでですね、ちょっと考え方を変えて、この回路を離れて、もしこういう回路だったら簡単に答え求まりますよねって思うわけです。つまり、最初からここが 6V ということですよね。そうするとここを切り離していれば当然ここは 6V なわけですね。それでここをつないだ時に 2V になるということになれば、ここの抵抗はすぐさま分かりますよね。ここが 2V ですから、この両端が 4V ということになりますよね。そうすると電圧の比から2対4というふうになりますから、ここが 10kg だったらここは 20kg という2倍の抵抗だということがすぐ分かるわけです。これもったいぶってですね、シミュレーションのコマンドを置いてありますけども、このようにシミュレーションして、ここが 6V でここが 2V、2V というふうになっていますね。そしてこれを切り離して、そしてシミュレーションをもう一度すると、ちゃんとここを 6V になりますし、ここも 0V ですよね。解放だと 6V ですけど、つなげると 2V になるという、こちらの問題がすぐに答えとして見つかるわけです。明治の時代だというふうに記憶していますが、方秀太郎さんという方がいらっしゃいまして、この方はですね、こちらの先ほどの 6V 20キロの回路と、一番最初の問題のこの回路、この回路は等しくできるよというように言ってるんですね。それはどうやってやるかというと、まずこちら、このノードをショートした時というふうな回路を考えたとします。そうすると 6V で 20kg でこのように電流が流れるわけですね。それと同じようにこちらの端子をショートして流れる電流を同じになるような抵抗をここで計算すればいいですよというふうに言っているわけなんです。電圧が 6V と 10V と違うわけですから、こちらショートすると 6÷20kg で 0.3mA、 同じようにこちらは 10÷0.3mA で 33.33kg、 3分の 100kΩ ということになるわけですね。そのような手順でこちらが決まれば、この下はですね、この 10V を分割して 6V になるような抵抗を求めればいいわけですよね。こちらの R2 が 33.33kΩ なら、こちら 10V をですね、4対6の割合で分割すればいいわけですから、4対6の法則で R3 は 50kg だというふうに求まるわけです。上が 33.33kΩ、 そして下が 50kg ということが求まるわけですね。
この端子をショートした時と同じ電流値に抵抗を計算する。そしてこの端子をオープンにした時の同じ電圧になるようにこの抵抗を計算するという手順で行ったわけですよね。それでは確認してみましょうか。まず開放の電圧を確認してみますね。これシミュレーションすればわかります。もちろんこちらは6ボルトですよね。そしてこちらも同じく6ボルトです。細かく言いますとね、ここ3がずっと続くので 6.0000 少しの電圧の差はあるんですね。実用範囲で丸めて6ボルトということですよね。次は短絡電流も確認してみましょうか。こちら短絡電流300マイクロアンペア、つまり 0.3 ミリアンペアですね。そしてこちらも同じなわけですね。これで開放と短絡が同じ状態だということが分かったわけですね。開放と短絡が同じこの2つの回路、この回路の抵抗にはですね、不思議な関係があるんですね。この R2 と R3 の平行の抵抗値がこの R1 と同じになるんです。こちらでですね、この R2 と R3 を並列にした時の計算式を書きました。これは20キロになるんですね。不思議ですよね。それではもう確認した通り答えにたどり着きましたね。R1 は 33.333 キロ。そして R2 は50キロということですね。ショートでシミュレーションすると2ボルト、そして開放で確認すると6ボルトということですよね。こちらの回路の話、これは実はですね、方天部難の定理ということなんですね。ここに方と書かれているのは方秀太郎さんのことですよね。これらの法則が言わんとしていることは、ここに何やらブラックボックスがあります。そのブラックボックスのですね、オープンの時の電圧とショートの時の電流が分かれば、このブラックボックスを代替する透過回路が分かりますよということを言っているわけなんですね。ここの回路はですね、こちらのブラックボックスをそういう意味で測定しようとしているわけですね。ここにスイッチがあります。もちろん開放にするとここは開放の電圧が出るわけですね。スイッチをオンをするとここにショートの電流が流れるわけです。それをですね、このシミュレーターでちゃんと見つけようということですね。ここの電源はですね、このスイッチをオンオフするための電源です。このオープン V というのがですね、開放の時の電圧、そしてこのショート I っていうのが短絡した時の電流ということですね。次にここの RS というのはですね、このオープンをショートで割ったものということですから、電圧を電流で割りますから抵抗ですね。そしてこの抵抗はどこの抵抗かというと、このブラックボックスの中の透過回路の抵抗ということなんですね。それでは確認してみましょう。こんな風なグラフ出ますけどもね、これ2点しかないんですよね。スイッチのオフかオンかですよね。こちらがスイッチのオフの時ですね。電流は0、電圧は3ボルト近く、そしてこちら電圧は0になってしまいますけども、電流はだいたい3ミリアンペア近く流れているわけですね。メジャーメントコマンドですから、ログファイルの中にこのように数値が出ています。それここにですね、コメントで置きました。電圧が 2.95 ボルトですね。電流が 3.4 ミリアンペア、そしてその割り算から求められるブラックボックスの中の抵抗は 869.5 っていうことになってますね。それではですね、このブラックボックスに抵抗をつけて、この抵抗を可変させます。ここに抵抗を可変させるためのコマンドが書いてありますね。同時にですね、先ほど
法天部南さんの定理によって求められた抵抗、これをこのように置きまして、電圧をこのように書きました。これをシミュレーションしてみたいと思います。普通はですね、このようにグラフが出るんですけども、このカーブ見にくいのでね、横方向対数にしてみます。こうしまして、まずこちらの元々のブラックボックスの電圧は、このカーブですね。そして透過回路の方の電圧はこのモニ2ですから、この赤い線ですね、全く同じになっていますね。上の電流もそうですね、こちらの R5、 このようなカーブになっています。そしてこちらの R6、 これもこのようなカーブになっています。そしてもう一つ信号がありますね。この3番というやつとこの R の8というやつですね、これも同じになっているんですが、その回路はこちらの回路なんですね。このような回路で電流源なんです。電流源にショートの時の電流値 3.4mA をここに書くわけですね。そして求めた抵抗をこのように並列につなげると、やはりブラックボックスと等価な回路になるんです。日頃電流源で考えないのでね、この構成なかなかピント来ないですよね。これでこの上の回路の透過回路、左と右透過回路として2種類ありますよということが分かりました。それではこの元々のブラックボックスの中を見てみたいと思います。ブラックボックスの中はこんな風な回路なんですね。電源が3つあり、それぞれ抵抗があるんですね。ブラックボックスの中をシミュレーションできるように別のファイルに書き出して、こちらにグラウンドをセットしてシミュレーションコマンドを置きました。この中ではですね、キルヒホフの第一法則が行われているわけです。まずシミュレーションしてみましょうね。 OP データラベルをこのように置きましたので、ここ流れている電流、そしてここの電圧が出ているわけですね。ここに出ている電圧は先ほどのブラックボックスの開放の電圧ですね。ですからここの電源3つからそれぞれ流れ出た電流はですね、ここで合流してこの電圧を作っているわけです。でこの時にこの電流をですね見ますと、このラインは52マイクロアンペア、そしてこのラインは43マイクロアンペア、そしてこのラインはですねマイナス96マイクロアンペアとかってなってますよね。マイナスってどういう意味かと言いますとですね、こちらの2つはこっち方向に電流が流れています。しかしこのラインは逆にこちら方向に電流が流れているということなんですね。ここに電源があるのに不思議ですよね。このような理想の電源はですね、外の電圧が高いと、ここ 2.9 ボルトですよね、ここ 2 ボルトですから、逆にこの電源にですね電流が流れ込んでしまうということになるわけです。理想電源は電位差はありますけど内部抵抗はゼロなんですね。それで何がキルヒホフかと言いますと、ここの点、このノード点にですね、この2つから電流が流れ込んでいるんですけども、このノード点に流れ込む電流と流れ出す電流は必ず相和はゼロだというのがキルヒホフの第一法則なんですね。これどこにも今つながっていませんので、ここに流れ込んだ電流はどこかに流れ出さなければいけないわけですよね。もちろんこちらに流れ出しているわけです。ですからここに結果として出ているようにですね、この R123 の電流の相和は0アンペアということの結果が出ています。もちろんこちらに外に回路がついて別に電流が流れ出したりすると、こ
これらの電流はもちろん変化していろんな電流値になりますけども、でもこのノード点に流れ込む電流の相場はゼロということですね。当然符号付きで考えるわけですよね。方天部南の定理とかキルヒホフの定理とか名前は知ってるけどなんかピンとこないなって思われてた方、少し実感できましたでしょうか。今日はここまで。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。